いやー、すみませんね。泊まり込みの上にお風呂や食事までいただいちゃって。娘の指導をしていただいているのですから、このくらいは。ご飯のおかわりいかがですか？ああ、これはどうも。さくらのこと、どうかお願いしますね、先生。先生、言われた通り準備してまいりましたけど、本当に私が娘の性指導の役に立つんでしょうか？もちろんですよ。お母様。娘の性教育は母親の役目っていうのは常識じゃないですか。経験者のお母さんが種付けから出産子育ての手本を見せてくれたら、さくらさんもとても助かると思うんですよ。そうですね、わかりました。娘のために先生の子供を妊娠すればよろしいのですね。でもなんだかお恥ずかしいわ。こんなおばさんとなんて、先生もお嫌でしょ？とんでもない。